皆さん、こんにちは。シャリンちゃんのちほです。はい、ということでね、今回はね、私模様替えをしたわけです。なのでね、模様替えをした時にね、コスメを貯めてたものを全部ね、こちらの棚に移動したので、今回はね、こちらの棚を紹介していきたいと思います。で、今持ってるのが本当にね、ただリップとアイシャドウとかなんです。そうね、だからそんなに期待しなくてもいいと思うまあ小学まだ4年生なので、ま、だお化粧ってお化粧はしないんですけど、しないんですよ。でもなんかこうやっぱね、憧れというか、まあ YouTuber なんで、ちょっと企画とかでお化粧品とかもね、うん、買ったりすることもあったので、はい、まあ何個かは持ってるんですけど、主に100均ね、スキャンメイクとかもこれからかなっていう感じで、そうなんですよね。楽しみだね、はい、でもこれから楽しみですね、これね。ということで、あんまりコスメ、なんて言うんだろう、これ。ワゴン。コスメワゴンっていうの？なんて言うんだろうね。なんでもワゴンだよ。これ、実はね、スクイーズを飾ってあったワゴンなんですよ。しかもこちら、ニトリで買いました。そう。皆さんね、よく昔から見てくださってる方、あーって思うかもしれないんですけど。あー、思う人いる？いない？姉ちゃんの部屋にも、実は一つあったと思うんですよ。ありましたね。そう。で、しほちゃんにも、実はね、最初は、ウォークインに、ハンガーをね、置くのにちょっと使ってたんですけど、しほちゃんがなんかこれ置く場所を悩んでたので、ちょっと棚これをね、提供してみたら、うん、あ、いいんじゃないっていう感じになりまして、はい、コスメワゴン、はい、まあ一応コスメワゴンですね。まあでもいい感じにね、収まったので、ちょうどいいのかなっていう感じですね。そうですね。これから増やすのが楽しみですね。まあこれからですよ。小学校だもん。小学生だもん。ね、毎回100均行くのがね、ちょっと楽しみなんです。ね、今の時代でも100円でもさ、100均でもさ、うん、コスメね、使えるからいいよね。買えちゃうんだもんね、100均でコスメはね。まあいいや、そんな話はいいとして。ちょっとね、ここで撮るの初めてなんで、一応これからね、もっと後ろの壁紙をちゃんと貼って、はいはい、もっと撮影っぽくね、したいんですけど、ちょっと今まだ何にもできてなくて、模様替えしたばっかりでね。そうなんです。はい、これから変わりますので、待ってください。なので、まあでも今回はね、もうここでやるしかないので、やりまーす。はい。というわけで。はい。じゃあカメラを一旦手持ちにしたいと思います。はい、じゃあここからしほちゃんお願いします。はい、まずね、1段目からやっていきたいと思います。ここにお花ついてる。あ、はい、まずね、こっちの部分いきます。こちらはまずこれね、これはね、コスメを買った時についてきたもので、これがね、ハピバニチャンネルさんのたよちゃんからいただいた、私が誕生日の時にいただいたもので、可愛すぎて使えてないんですよね、まだ。今度ね、使いたいと思います。次にこっちがね、化粧水なんですけど、ハトムギの化粧水を詰め替えただけなんです。はい。で、次こっちね、クレアーズで買ったものなんですけど、実はこれちょっと壊れてて、ここにしまってるんですけど、見てくださいね。こちら、あ、見えるかな？リップグロス、アイシャドウ、フェイスカラー3つが入っています。はい、ということで次こっち紹介していきます。まずね、奥に見えるのが私の大好きなニベアちゃんと、で、これがね、ホワイトデーにね、雑貨屋さんで買ったクリームファンデーションってやつです。はい。あんま使ってません。で、こっちには、100均が好きなので、100均のチークがいっぱい入ってます。いっぱいというかね、4つ入ってます。で、次にね、あ、間違えました。で、ここにはね、ブラシとか、ビューラーとかが入ってます。ビューラーはまだ使いこなせてないんですけど、練習頑張ります。で、次、こっち行きます。まず、奥はね、これがね、ミニソーでね、解放剤した時に買った櫛、間違えました。ピンです。で、これね、模様替えした時に折れちゃったんですけど、これもね、ホワイトデーの時に解放剤で買った
鏡ですね。で、次にね、手前行きます。次、こっちなんですけど、これがね、3CE のね、リップになってます。で、次にこれがね、雑貨屋さんで買ったリップになってます。で、これがね、エチュードハウスさんでね、買ったリップになってて、で、奥にはひまちゃんとお揃いのね、雑貨屋さんで買ったリップが入ってて、この2つが100均となっております。はい、というわけで、ね、後ろ行きます。こちら、さゆちゃんからも、さゆちゃんからもらったリップと、あとね、こちらが100均ダイソーで買ったリップです。で、こっちがね、こちらなんですけど、こちらもホワイトデーの時に買い放題で買ったものです。はい、次にこっち行きます。こっちはね、まず香水なんですけど、これね、ヨモモチャンネルさんのヨアちゃんとモモちゃんがくれた香水になってて、後ろがハンドクリームになってます。で、こちらが雑貨屋さんで買ったやつと、雑貨屋さんで買ったやつと、これも雑貨屋さんで買ったやつと、近所で買ったやつ。またニビア出ましたね、ニビアで。はい、というわけで、上の段は以上となっております。あ、待って。で、二重テープのゴミが入ってました。はい、というわけで、上の段は以上です。次にね、真ん中の段行きたいと思います。まず最初に見えるのは、こちらのアトムに保湿ジェルになってるんですけど、こちら夜に塗ってるんですけど、手法、ニベアとハトムキが好きで、よく使ってます。でね、この下がね、100均で売ってる引き出しになってるんですけど、1段目いきます。まずこっちの1段目が、こんな感じになってて、こちらが、エチュードハウスさんで買った、アイシャドウと、あとこれお祭りで作った鏡なんですけど、可愛くないですか？ミッキーをイメージして作りました。で、こちらが雑貨屋さんで買ったやつと、あとこれ、夏休みに水族館と遊園地が混ざってるとこに行ったんですけど、多分ここに字幕出てると思うんですけど、どうだっけ？ちょっと忘れちゃったんですけど、買いました。で、これが100均で買った、待ってくださいね。これが100均で買った眉毛描くやつ。まだ一回も使ってないんですけど、眉毛描くやつを買いました。いや、やばい、めっちゃボケてたかもしれん。あ、見えた見えた。こちらです。はい、隣の一番上がアイシャドウになっておりまして、100均。サンキューマートなんです。安いですね、やっぱり。安くて可愛いのが一番いいんです、私。あ、薄いのしかしないんで。あ、これ2段目開かないんです。え、ちょっと移動しますね。はい、ということで、ママに持ってもらいました。2段目いきます。2段目はね、ネイルの、セットになってて、まだあるんですけど、入り、一番下にね、ネイルコーナーがあるんですけど、入りきらなかったものになってます。3段目いきます。3段目はね、こちらとなって、ごめん。こちらとなってて、でね、イヤリングとブレスレットが入ってるんですけど、イヤリングは、新しくね、買った、アクセサリー入れがあるんですけど、そこにお気に入りとかを入れてて、で、こっちはちょっと余っちゃったものを入れてて、その上にはブレスレットがあります。すべて100均です。なので、開かなくても困んないんだよね。そうなんです。開かなくても困りはしないかなぐらい。はい。感じです。はい、ということでね、2段目いきます。右の2段目はこんな感じで、アイシャドウになってます。こちらもサンキューマートとサンキューマートです。
で、こちらもアイシャドウになっております。こちらも3均ワート、こちらも100均です。でね、こちらのアイシャドウはお友達と一緒に買いました。お揃いです。はい、ということで、2段目終わったので、その上行きたいと思います。まずこんな感じになってて、まずね、最初にここなんですけど、ここがなんか赤とピンクとミオル、エメラルドグリーン的な色で明るい系。こっちもピンク、白、黄色、金、金、金みたいな明るい色になってて、で、こっちがなんか暗めと明るめ。明るめしか持ってないんですけど、この前、100均に行った時にね、暗めの色を見つけたので、そちらも買って、黒目、明るめ、明るめ、明るめということになってます。で、ここにはね、ラメラメがしたものたちがたくさんありますね。ちょっとここ汚いんですけど。はい、というわけで、ね、この裏にはね、ジョコエキちゃんが入っております。はい、というわけでね、3段目終わったんですけど、皆さんこれを見てね、こちら気になると思うので紹介していきたいと思います。こちらね、 3CE のね、 3CE に行ってね、コスメを買ってきた時に袋をもらったんですけど、そちらをね活用させていただいておりましてですね、この中にはね、なんとティッシュがたくさん入っております。で、そのね、もう一つの奥にはね、ちょっと見づらいのでこっちにあるんですけど、ネイルを早く乾かすみたいなやつを100均で買ったんですけど、こちらを入れてます。はい、ということでね、以上となりました。はい、ということでね、どうだったでしょうか。私のね、コスメ棚的な感じのやつをね、今回紹介したんですけど、なんか特別感があるよね、なんかこう。でもね、コスメの棚を変えることで特別感があるとか、存在感が増す的な、うんうん、そうね、いいんじゃないでしょうか、はい、いいんじゃないでしょうか、はい、それでは、バイバーイ。皆さん、こんにちは。しほりみチャンネルのしほとりみです。じゃあ今日は阪急マートで買ったものを紹介したいと思います。じゃじゃん、大量です。ね、すごいでしょ。じゃあ順番に紹介していってください。せーの、まず1個目はりみが買ったくまちゃんの電気です。開けてみてよ。これね、かけれるところがあるの。うん、だからね、壁にかけて電気だね。で、壁かけ電気。うん、これ壁かけ電気。今度ね、使ってみたいと思います。2段、リミの2段ベッド買ったら使う？うん、使う。じゃあ次は、じゃん、これです。ベッドの上につけるひらひら、これも390円で買いました。王女様のベッド。わあ、すごい、おすごい。急にどうなってるの。あそこを天井に吊るして、なんかついてる。いい、それなんて書いてある。スーパーガール。違うから。違う、それスカートじゃないんだけど。おお、すごい。あ、そうそう、こんな感じね。こんな感じで、まあ、頑張って登った。大体わかるね。頑張って登った。うん、こんな感じでーす。で、下にベッドがあるね。これベッド。ベッド、OK、写真見た。はい、あ、そうそうね、こんな感じ。写真にもね、スーパーガールって書いてある。うん、こういう感じでベッドの上に垂らすやつ。この果たして本当に使うのかママは疑問ですけど、この子
スーパーガールだ。そうだね、スーパーガール。はい、じゃあ次。じゃん。はい、それは何ですか？鏡です。開けてください。こんな感じ。で、開けると、うんうん、あ、ミラー。あ、そう、シール剥がすよ。うん、詳しい。うん、綺麗。うん、綺麗。立たれる、立てれる。ほら、立てれます。そうやって立てるの？こうでしょ。こうだ。うん、そう、こうでしょ。こうでーす。こんな感じ。で、そうだね。これを何に使うかというと、お化粧。お化粧だね。で、しほちゃんに、あ、あと、グミはママが買いました。2個で390円です。ママグミ大好き。じゃあ次、あ、リミちゃんね。またクマです。じゃあ次、これこの袋いきます。うん、あ、これも袋だ。これはメイクです。じゃあまずこれはママが買いました。まあ、ママというかね、しほちゃんにちょっとおしゃれしたかなと。ね、これはうちが選びました。ついにしほちゃんがメイクに目覚め始めちゃいました。メイクやってみたいと思って。で、これはなんかグロスだね。そうそう。で、これがリップだね。で、さらにじゃあちょっと今ね、あのやってみるんだけど、先に購入品を合わせて紹介してから。お、これは何ですか？これはしーちゃんが3個選びました。まあ、りみちゃんもね、一緒に。もうしほちゃんはね、大粒のものがね、いいらしくてね、重いよって言ったんだけどね、どうしてもこのジャラジャラしたやつがいいそうです。でもこれ一番大きい。それこうじゃないんだ。うん、ちょっミミちゃんもそれがいいの？うん、つけるとしたら？うん、つけるとしたら。どう？つけられそう？うん、かわいい。見せて。え？あ、かわいい、かわいい。いいんじゃん。もう一個つけて。ちょっと、いいじゃん。あ、いい？いいよね。うん、いいかわいい、かわいい。はい、あとリミ、貸して。あ、しほちゃん、口に塗って塗れました。あ、いいじゃん、可愛くなってる。じゃあ、グロスもちょっとポンポンポンって手に塗って、そう、手に塗って、こうやってこうやってポン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 って。ちょっとグロス見せて。グロスの色をじゃあ見せてください。最初からこうなってます。ね、こんな感じの色です。ちょっとピンク、本当にピンクだね。薄いピンクって感じの色にしました。うん、そうだね。何色かあったね。3色ぐらいあった。すごいいろんな色も選んだね。こんなにいっぱい使わないと思うけど。でも色は水色。何色だろう。で、ね、イヤリング綺麗。うん、イヤリングして。じゃあ今日はサンキューマートで買ったものを紹介しました。バイバイ、また見てね。バイバイ。
バイバイ。